と高齢化していたガリガリ君早食い競争、皆さんもみんなエッグモデルたちの見てきたと思うんですけど、ついに決勝戦が決まりました。ってことで、なんと今日争ってもらうお二人、選手紹介します。お願いします。じゃん、負ける気がしないです。なんとね、エッグモデルの中で私が1位かと思ったんだけど、抜かされちゃって、みりちゃむがまたもや私が負けちゃいました。来年将来1ですでもその編集長としてモデルたちのね、勝負を見ててちょっと火ついちゃったわけですよ。いやいやいや、絶対負けないっていう。はい、ってことで皆さん、どちら勝つか予想してね。スタート。真顔でいくね。早くない？あ、やばいね。みりちゃんも氷好きだもんな。あ、死んじゃう。口の中開けたら終わりです。なくして。あ、辛い。ってことで、はい、秒です。ちょっとしか変わらない。超変わんないよ。しかもお互い偉いとこちゃんと全部落とさないで食った感じ。ついてる。よかった。頭痛いもん、詰めた。何秒ぐらいだと思いますか？今やばい。ちょっと久々にやったんですけど、なんか思ったよりダメだったから1分ぐらいかな。絶対1分切ってる。マジ？でもやっぱうちが速さで引っ張ってたっぽいです。ちょっとしか来なかったですよね。こんなできる子だと思わなかった。タイマー測ってるんだけど、化け物だなと思って。マジ？由比ヶ浜にギャルの化け物現れたわと思って。多分びっくりするかもしれない。嘘。赤荻さんが優勝で、赤荻さんのタイマーが34秒。まあね、でもちょっとしか変わらなかったよ。すごい。45秒とかじゃない？だったら1分切ってイエーイ。すごい。でも30秒切りたかったな。はい、ガリガリ君早食い決勝戦、赤荻さんとみりちゃむの対決、以上です。2人で頑張りました。海でガリガリ君最高だったね。最高。じゃあね、また明日の5時に。ありがとうございます。